いやかなりいい感じになってきたんじゃない。前回のグッズ制作ではありがとうございました。はいはい、今回もよろしくね。新しいグッズの企画書をお持ちしました。お、いやちょっとダメよこれ、売れない売れない。大切にしてきたわけよこのグッズ。ごめんね、来てるから。お久しぶり。反省するところもいっぱいあるんで、まあ、今回そういうところ全部まるっと回収して行っちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、よろしくお願いします。イリノミユグッズ開発室第2弾始まりますよっの前にちょっと名前変えていきたいなと思って、っていうのもイリノミユグッズ開発室ね、僕いろんな作品出てるわけで、あれどの作品のグッズ開発なのなんてことになっちゃうじゃないですか。なんか俺の主張が強すぎる、それは良くない。おそ松さんのグッズだ、変えさせていただきました。スペシャルな名前つけてもらいました。こちらです、ドン。おそ松さんグッズ開発室。普通ね、やっぱ名刺も作りたいという話したじゃないですか、はい、で名刺作るにあたってね、グッズ開発室のロゴを作りたいっていうところで実は考えていただきましたよ、はい、いいのある？いいのいっぱいたくさん作って、いいのありますか？じゃあちょっと見させていただきます、はい、すごいいっぱい作っていただきましたよ。 A から T までありますよ。すげえいっぱいある。どれかな、こうパッと個人的なね見た感じで言うと、この K 気になるんですよね。あ、ティッシュ、はい、このおそ松の、まあ、チョロ松っぽさが ね、はい、ね出てますけれども、でしかもこれ6周年っていうのがね今回のポイントになってますから、6は入れた方がいいのかなと思いつつ、これだとチョロ感が強い。あ、なるほど、チョロ松感が強い。あくまで、6人っていうのは生かしたいから、まあこの S とか T とか、はい、S だとでもちょっとカラーなのかな、これちょっとだけカラーを入れてる、うんうんうん、としたらこの T の感じがいいのかなっていう。これ6も入ってるしキャラクターも入ってるしいいかなって思いつつ、どう？ちょっとごちゃごちゃしますっていうよりも、あの作品にちょっとみんなちょっとあの作品ちょっと出ちゃってんじゃないの、お魚加えてそうですっていうところが出ちゃうでしょ。ちょっとそこは避けたい。こうレトロ感も似合いそうなやつってどれかなって自分の中で思ったんですよ、はい、今パッと考えながらね、このO、ロゴ O、 このロゴ O いいんじゃないかと思うわけですよ。おしゃれな感じがするじゃない、このね待つっていう感じもいいし、6入ってないんだけど、まあまあそれはそれかなっていうところで、俺なんかパッと見て気に入ったのがやっぱこれなんだね。気になるの KOT、 本当だって時間が許すならばアンケート取って決めたい、そんな時間はないというところで、僕おそ松さんグッズ開発室の室長として決めさせていただきました。ロゴ O でちょっと名刺も作っていただけますか、はい、進めさせていただきますいいですか、はい、名刺って僕ほら役者ですからね、あの作ったことないんですよ。皆さんね お持ちだと思いますけれども、ね、ちょっといりますこのロゴ O 入ってるやつ名刺に入れさせていただいて、皆さんもよかったらね、みんなもね。前回スカジャンと T シャツと、マトリョーシカ作りました。どれもご好評いただきまして、まあ、いろんな、ご意見いただきまして、まあ、もっとこうしていかなきゃななんていう反省点もありますけれども、まあおおむねいい感じにできたのかなと思っております。だって可愛いでしょこのマトリョーシカは。マトリョーシカよね、トドちゃんちっちゃくて可愛いんですよ。日とかで見たかったですね。そう、まあね、こう皆さんに全部お見せできなかったんですけれどもね、やっぱ値段感といくつ作るかで、作った数全部売れるんだったら木でもできるよとかあるけれども、買わないでしょなかなかみんな全部でもね、どんどんこう分母が増えていけばね、いろいろできることも増えていきますので、今後頑張っていこうというところで、第2弾作っていきたいと思います。
全部作りたかった俺は。でも全部作れなかったんですよ、いろいろ。見てこのほら絵がみんなうまいんですよ、ファンのね皆さんね、この方はですね、スピーカー、口の中から音が出るね。だからね、みんな発想がいいんですよ。勉強しなきゃダメ、みんな。いい？いや、いろいろ考えてはいる。でもこう、まあ、なかなか難しいんですよね、この造形を作るっていう、この金型を作るっていうこと自体が難しくて、お金がかかるわけですよ。それこそ変な話、ここまでやって音が出るで、こういう形があるってなると、いや、それ高くなっちゃうね。ねえ。で、あとお菓子とか食べ物系もありましたよね。結構いろんなところとコラボしてほしい。例えばカレーとかね、あとおむすびがいるわけですから、はい、うん、なんか梅鮭作ってとか、部屋着とか腕時計、あ、マジヘライッチね、これ俺一押しなんですけども、実は今回この第2弾やりませんかというオファーいただいたのがですね、いつだったかな、夏頃かな、私シェイウェーブ生配信、はい、藤田監督と鈴村さんの3人で出させていただきまして、メイク落としてたんですよ。メイク落としてたらスタッフ来ましたよ、皆さん第2弾やりませんかって言っていただいたんですよ。本気と思って、このタイミングみたいな。でその時に鈴さんと監督にも話したんですよ。鈴村さんは超合金の、ちゃんとしたが欲しいで、コメントでもちゃんとした欲しいっていっぱい来たんですよ。来たけど、やっぱこれ超合金ってかなりね、金額がこちらが、ね、グッズ開発室としてもっと認知度を高めて、あ、グッズ開発室のこの商品いいなっていうところで、たくさんこう買ってもらえるようになれば超合金までたどり着く、その道のりをね、あとシルバニアファミリー的な感じでこう、おそ松さんもね、はい、ちょっとけばだった感じでおそ松を作ろうっていう話をしたんですけど、ちょっと見ていただきます。ちなみに、まあ、今回ちょっと来ていただいて、前回からですけど、今回ね、今回初めて来ていただいて、どうですか、どんな商品がこう売れてるし、こんなん作りたいななんていうのあったら、ちょっとお話見ながら伺いたいんですけれども、はい、とか、まあ、どんなのがいいかっていう。缶バッチね、アクリルスタンド、アクリル缶バッチ、バカ野郎バカ野郎、グッズ開発で缶バッチとアクリルはキングだよ。申し訳ございません、言っときなさい、あなた本当に。ごめんね、好きな人いっぱいいるの分かんのよ、分かんの。俺もね、自分のキャラクターあるの嬉しいよ、嬉しいけど多い。いや、他のアニメ業界でも作ってるものじゃないものを作ろうということでやってるんで、ちょっと見ていきたいと思います。どうですかね、お菓子系いろいろあるんですね。とかあのね、今結構ピーって入ってることが多いと思うんですけれども、こういうのってパッケージとか味とかなのかな。そうですね、パッケージとか味だとかを変えられる。いや、俺こん中だったらいい、言っちゃって、はい、なんかもう初手みんなにいろんなこうお菓子こん中から選んだっていうのも見せたいんだけど、いろいろありますんで、僕決めさせていただきます。ベビースターラーメン、ベビースターラーメンとコラボいいんじゃないですか。どこまでそのコラボっていうのはできるんですか。もう味は決まってるもの、あ、味はいくつか選べるものになってるので、ちょっと皆さん選んでいただいて、結構細かく決められる、それともそのもうこの4つから選んでください、5つからとか、そういう感じなんですか。そうですね、いくつかちょっとお出しして、まあ、3つとかあんまり多く出しすぎても多分選べないと思うので、ある程度お味の、選定いただいた後に、こちらがこのどうですかっていうのをご提案させていただきます。わかります、それもできる、味は決められる。じゃあパッケージもこれもちろん、もちろん変えられます。これパッケージは僕ね、これいつも思うんですよ、そのアニメのものって、はい、いや、しょうがないんですよ、これがかかるからね、書き下ろしてこれかかるじゃないですか。だからアニメので使ったものとか、他の版権で使ったものを持ってくるもの多いじゃないですか。でもその辺書き下ろしっていうのは頑張らせていただきます。おー、まあ、書き下ろしていきたいもんね。どこまでできるかちょっと、じゃあちょっと話してみてください、はい、よろしくお願いします。お菓子はやっていく方向で決定と。で、じゃあ次は
でも俺マジヘラ一はどうしてもやりたいんですよ。あ、やりますか。ね、みんなからあったわけだし、みんなの要望プラス、まあ、自分も含めて掛け合わせるっていうのがいいかなと思ったんですよ。でなんかこうトイレットペーパーなのか、マジヘラトイレットペーパーなのか、まあ、あとはその文具系とかありかなと思うんですけど、トイレットペーパーとかどうなんですか。トイレットペーパーですね、ちょっと前回もお見積もりさせていただいたんですけど、うん、なかなかちょっとお高い感じになりそうです、ね。うん、だいたいこうやっぱこう1個いくらぐらいになっちゃうなみたいな、ワンロール、ワンロールやっぱり、いやよく言って800円、800円、ワンロール、ワンロール、いやそれは高いね。やっぱそういうのになってくるとできないってことだよね、はい。マジヘラでアパレルのちょっと考えたんです。ちょっとレトロっぽい感じ あのマジヘラ一の感じ、可愛いじゃないですか、はい、魔法少女的な感じね。考えたんだけど、ステーショナリーセットとかいいんじゃないですかっていう提案をいただいてるんですよね、はい。俺付箋よく使うんですよ。っていうのも今これでも使わせていただいてますけど、こうね、舞台の台本使ってますと、セリフ、あ、間違えたなとかこうチェックしていくので、結構付箋をバン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 使っていくんで、なんか付箋は欲しいなと思ってたんですよね。これじゃあこの辺を詰めていくっていうことでいいですか。セットでいいですか。はい、行きましょう。なんかボールペンとかもなんかおもちゃっぽく見えるんだけど可愛いみたいな、はい、でマジヘラだからちょっとグロいみたいな、なんかもう一個6周年だからこそなんか大きなコラボレーション目玉商品が欲しいなと。どっかいいところとコラボして、そういうところとコラボするとだってね、クオリティもねクオリティ保証されるでしょ。そうですね、はい、ご提案を。あ、可愛いですね、はい、それは声の出る目覚め、声の出るやつね、はい、これは結構要望ありましたもんね、はい、やっぱりね、声を取るってねスケジュールがね、実はちょっと探りは入れてもらったの厳しそうだっていうところなんですよね、実はね。江戸切子気になるんじゃないですか。これは6つもできるんですか。あ、それぞれの6つ子のカラーでできたりとかっていうのはあるんですかね。そうですね、ちょっと高くはなってしまう。まあそうだね、高くなるんだよね、伝統芸能なので。はいはいはい。でグラスとかね、でグラスはこれはキャラを入れられると、それもいいかもね。俺帽子好きなんですよ、はいはい、こうニューエラとコラボ可能性があるということでしょ、はい、いやこれいいんじゃない。これは好きだけど、で、まあ、前回このアパレルやったし、アパレルつながりってことで俺はかなりすね、どう？まあ、いいです。おそ松さんで帽子作るか。かクオリティもね、だって。いやもう、三浦さんです。俺よく使ってますから、かぶってるし、カバンとかそういうのもあるから、うまくいけば帽子から他のね、アパレル系もコラボしていけるんじゃないかっていうところをこっそり考えながら、こちらで進めていただいてもいいですか。帽子で目玉商品、これこの3つでいきますか、はい、じゃあもろもろ、じゃあ今ちょっと確認してきてもらっていいですかシェイウェーブの時にもうすごいスケジューリングで言われたんだから、もう Now お願いします。今すぐに行ってきます。 Now、はい、今おやつカンパニーと繋がっておりまして、はい、ちょっとサンプルを持っていただけるようになったので、はい、一応ちょっとお会いさせて、もうはい、あ、どうも、ソマツさん、グッズ開発室室長の飯野美優です。この度ありがとうございます。はい、いやいや、もうそんな、こちらこそね、コラボさせていただくなんて、そのありがとうございます。はい、ベビースターラーメン、いや好きなんですよ、もう、はい、もう昔ながらのね、伝統あるお菓子と、おそ松さんコラボさせていただくということでありがとうございます。6周年ですから、なんかスペシャルなものを作りたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまた、はい、ザギンです。スーシーの、あ、シースか、よろしくお願いいたします。はいはい、ね、すいません、はい、失礼いたします。はい、おすみません、はい、はい、ね、これビジネスの基本だから先に切らないっていうのはねということで、いや好感触よ、これかなりいい、はい、いい感じ、はい、行きましょう。じゃあもろもろ他の件はまだちょっと連絡折り返しをちょっと待ちつつ、はい、じゃあ
そんな感じでいきますか。じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。いや楽しみだなこれ。じゃあ行っちゃう。今日終わりもう行っちゃう。じゃあザギンでシースしてくるからじゃあよろしく。ありがとうございます。うん楽しみだね。お疲れ様でした。はいよろしくお願いします。おお疲れ様です。あれ名刺もう。ちょっと早いね仕事が今回は。おいいんじゃない、いいんじゃない、これなかなか。まあでも紙質とかちょっとこだわっていきたいんで、まあ今現段階だと40点。もっと上目指していこう。もっと上目指していくよ。俺たちならもっとできる。よろしく。じゃあまたよろしくね。はいよろしくよろしくよろしくちょんまげ。